ロト戦争は1676年から1681年にかけてロシアツァーリ国とオスマン帝国の間で行われた戦争である。17世紀後半のオスマン帝国の拡張政策に起因して起こった。ウクライナ西部のポジイリアは1672年から1676年までの間行われたポーランドオスマン戦争でオスマン帝国に占領され荒廃した。 オスマン帝国政府は、ウガンウクライナのウクライナコサックのヘドマンであったペトロ、ドロシェンコによる指示を受け、1669年より、ウガンウクライナ全土に、オスマン帝国の法律を広めるように努めた。この親トルコ政策は、多くのウクライナコサックの間で不満を引き起こし、1674年に、唯一の全ウクライナのヘドマンとして、サガンウクライナのヘドマンであったイバン・サモイロビッチを、 選んだ。ドロシェンコはこれに反撃を行うことを決め、1676年に1万2000人の兵を率いかつてコサック国家の首都であり、当時はチヒルイン連帯の中心地であったチヒルインの街を占領し、隣接するオスマン帝国のトルコタタール軍の火星を期待した。しかし、サモイロビチ率いるウクライナ軍及びグレゴリー、 ロモダノフスキー率いるロシア軍がチヒル委員に押し寄せ、ドロシェンコは降伏、ロシア・ウクライナ軍は、チヒル委員に、中東軍を残してドニエプル川の左岸へと退いた。オスマン帝国のスルタンメフメト4世は、ドロシェンコの代わりに、当時スルタンの捕虜であったユーリ・フメリニツキーを、ウガンウクライナのヘトマンに指定した。翌1677年7月、メフメト4世は、 イブラヒム・パシャに12万人の軍を率いて、チヒル委員に進軍するように命令し、8月4日に、チヒル委員に到着した。サモイロビッチ及びロモダノフスキーの軍も10日に集結し、24日までにスーラ川を溶かして、チヒル委員に到着した。26日から27日にかけて両軍が小競り合いを始めたが、戦闘でオスマン帝国軍の監視所が壊滅したため、 ロシア・ウクライナ軍の都下が容易となり、ロシア・ウクライナ軍はオスマン帝国軍を圧倒し、28日にはイブラヒムのキャンプを攻撃して、多数の死傷者を与えた。翌29日、イブラヒムはチヒルインの包囲をやめてイグル側に撤退。オスマン帝国軍は2万人の兵を失い、イブラヒムはコンスタンティノープルへの帰還と共に収監された。百七十八年七月、 大宰小からムスタハパ社に引きられた8万人のオスマン帝国軍は再びチヒルインへと押し寄せた。20万人のロシアウクライナ軍はオスマン帝国軍の防衛線を突破したが、すでにチヒルインは11日にオスマン帝国軍に占領されていた。ロシア軍はドニエプル川を越えて撤退し、追撃するオスマン帝国軍を撃退し、戦闘は沈静化した。 1679年から1680年にかけてロシア軍はクリミアタタール人の攻撃を撃退し1681年1月にバフチサライ条約に調印した。この条約によってオスマン帝国とロシアの国境がドニエプル川によって確定された。ありがとうございます。